はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日なんですけれども、今日は、はい。今日ですね、本日、えー、2022J リーグ最優、えー、優秀選手賞ですね。はい。受賞選手が発表されまして、そちらをね、ちょっと皆さんと、はい、見ていこうかなと思います。で、今回の動画はね、ちょっと分けまして、ゴールキーパー、ディフェンダー編となっておりますので、そこのポジションの受賞選手を紹介したいと思います。はい。このね、まあ、 2022J リーグ優秀選手賞。要は優秀選手賞っていうのは結構 J クラの中でも大事な、はい、あのー、ことでして。 <laughs> どの選手が入ってるかというのはね。まあ、なぜかというと、限定で青ズという限定がありまして、それの登場選手にノミネートされるからですね。はい。まあ、正直最優秀選手賞とかがね、多分明日、えー、夜ね、発表されると思うんですが、まあ、そこはね、まあ、そんなにまあね、ベスト11に選ばれたからってって別に J クラ的に美味しい要素っていうのはあんまりなくて、 うん、まあ、グレードとかには関係してくると思うんですけど、まあ、この優秀選手をね、非常に大事なので、皆さんね、どの選手が出るのかというのをね、しっかりこの動画で押さえていただければと思いますので、よろしくお願いします。で本日ね、ちょっと急いで作ってるので、いつも通り、あの、いつも通りね、選手画像とか乗って、乗っけてきてるんですけれども、 まあちょっと文字はあんま書いてないです。もう基本書いてないです。どの選手が選ばれたかというのをね、分かってもらえればいいかなと思ったので、ちょっと手抜きに見えるかもしれないんですが、よろしくお願いします。ということで、じゃあ早速ね、紹介していきたいんですけれども、じゃあまずゴールキーパーのね、選手から、えー、紹介していきたいと思います。ゴールキーパーね、3名受賞してますので、えー、選手名ーのね、上から順に紹介していきたいと思います。じゃあまず1人目この選手です。はい、高岡洋平選手ですね。 はい。高岡選手ね。まあ、マリノス優勝して、まあ、その守護神としてね、1年間活躍された素晴らしい選手なんですけれども、はい。ここは文句なしのノミネートだと思います。まあ、本当に指標とか見ても、まあ、素晴らしいしね。まあ、マリノス守備陣がね、特に、まあ、今年はね、まあ、リーグ最初失点ぐらいのレベルぐらいで来てるんで、まあ、それも含めて、うん。まあ、やっぱりそこのね、ゴールキーパーということで、まあね、そこ貢献したんじゃないかなと思うので、はい。ここは素晴らしいと思いますし、 まあ個人的にはそうですね、まあ後半限定とかでも、まあ、85以上そろそろ超えていいかなと思う選手の一人なので、まあ青図を機に超えるのかどうかというのはね、ちょっと青図もね、あの選手メンバー濃いんで、まあ、大体いつも30名選ばれたら3選手ぐらい、まあベストヤングプレイヤーとかも入ってくるんですけど、大体3選手ぐらいないかな、3、4選手ぐらいかな、ライト圏周りになっちゃうんですけど、さあそこに回らずに85以上出るかどうかというのがね、高岡選手ちょっと見ものかなと思いますので、ここね、はい。 80 50なるかがちょっと期待されますね。はいすで、まあ、に前半、うん、まあ前半すでに、まあガーディアンでね、87来てるんで、まあ期待はできると思うんですけど、さあ、どうなるかですね。はいでは、2人目なんですけれども、ガンバ大阪の東口正明選手ですね。はい まあ東口選手もね、序盤はちょっと怪我で出遅れたものの、まあ本当指標としては本当日本のゴールキーパーでもトップクラスだと思うので、まあここね、結構ベストイレブンとかもね、まあ名前入ってきても全然おかしくないかなと思うぐらいの今年、とあの活躍をされてたと思います。まあ結構ね、ガンバ今年ね苦しみましたけど、まあねちょっと仕方ない部分があると思うんですけど、まあ宇佐美選手とかね、 そこらへんも怪我で帰った中で、まあ、東口選手が戻ってきて、まあね、残留決めたというのは、まあ、すごく、はい、活躍としては大きいんじゃないでしょうか。ということで、まあ、ここもね、まあ、東口選手出ればね、すばら,らしい期待ができますし、まあ、今やっぱり J クラーの中で、まあ、注目スキルとしてはシュートセーバー。まあ、ここを 持ってくる可能性は当然この青図の3人にはあると思うので、まあ、全員が持ってくるかどうかはちょっとわかんないんですけど、その中でもちょっと持ってきやすいんじゃないかなと思うので、まあ、個人的にここはね、注目度高い選手だと思います。はい。次3選手目なんですけれども、えー、セレス大阪のキム・ジンヒョン選手です。 はい。キム・ジンヒョン選手もね、もう長年、はい。セレストのバンディーラとしてね、活躍して、まあ今年もね、まあバンディーラでね、素晴らしいカード出たんですけど、まあここね、シュートセーバー持ってこなかったんで、まあぶっちゃけ、まあ青ーズは、まあつくんじゃないかなと思うし、まあそれまでのね、限定もまだまだこれからあるので、まあそこがどうなるかっていう感じなんですけれども、まあここもね、そういった意味では注目度高い選手だと思います。 まあセレッソもね、ほんとタイトルまでもう一つ、もう一生、もう手前というところで、まあルヴァンね、決勝今年もちょっと残念でしたけど、まあね、ほんと長年、はい、あのセレスのね、守備陣を支えているキム・ジンヒョ選手、まあ今年もノミネートということで、まあね、すごく期待ができるんじゃないかなと思います。ここもね、どういったカードが出るかはスキル含めて楽しみになる選手の一人だと思います。はい、ではここからディフェンダーなんですが、ディフェンダー選手が、 えー、8かな ?9 選手かな ?9 選手いますね。はい。順に紹介していきたいと思います。では、まず1人目なんですが、浦、え、和、ー、列の酒井宏樹選手です。はい。酒井選手もね、まあ代表、ね、<laughs> ありますし、はい。まあ、ここはね、文句なしの選手じゃないかなと思います。まあ、イクラ的には、まあ、ディフェンチがね、高くはないものの、まあ、やっぱりね、全部、 ディフェンダーのポジションできるのも魅力だし、まあグレードもね比較的、まあちょっと今回ね、レギュラー落ちちゃってますけど、まあ青図でちょっと盛り返すんじゃないかなと個人的には思うんですけど、さあここどうかなっていうね。まあ今は結構青図ってなると95以上なのか95以下なのかでやっぱスキルの感じも変わってくるんで、まあここが結構、そのまあグレード高い選手からしたら生命線になってくると思うんですね。はい。まあ当然95以上っていうのはなかなか引けないっていうのもあるんですけど、 はい。ここを、まあ、グレードどうなってるかというのはね、まあ、坂井選手とかね、ここら辺の、まあ、ボーダー付近の選手たちは、まあ、すごく、<laughs> ある意味注目なんじゃないかなと思うので、はい。どういったカード出るか、まあ、個人的にも楽しみですね。はい。まあ、ディフェンスもね、結構、その、青図っていうと、うんまあ、その、今明けててる限定よりはちょっと能力値漏られて出てくるイメージあるんで、まあ、そこを含めて、まあ、結構使いやすいカードがね、出てくれば最高かなと思うんですけど、 さあ、ここどうですかね。まあ、出てみないとなんともですけど、まあ、いいカード出ることを期待したいなと思います。はい。では、次なんですけれども、浦和レッズのアレクサンダー・ショルツ選手ですね。はい。まあ、ショルツ選手もね、やっぱり今年、はい、結構話題になった一人だと思うんですが、まあね、ほんと、ショルツ選手といえば、あの、まあね、警告とかが少ないっていうね、うん。 まあ素晴らしい、まあ、紳士的な守備をされる方だと思うんですが、まあ、その中でもね、素晴らしい結果を毎年残してまして、まあ、ここね、まあ、2年目になると思うんですが、つ、はいに青ズに選ばれましたということで、まあ、ここね、ショルツ選手もね、最近評価上がってますから、ね、もうレギュラーのグレードも97ということで、さあここ青ズになったらまあ本当にこれ以上もう全然期待できると思います。まあ、どれぐらいのグレードで出るかは実際、蓋開けてみないと、まあ、なんともっていうところあると思うんですが。 さあ99とかね、98とか、100までいかないかもしれないですけど、まあそこら辺出たときに、僕もね、一応顔面ショルツ選手持ってるんでね <laughs>、まあそういうとこ含めてまあ奇跡的なことが起きない限りは手に入んないと思うんですけど、まあね青津はちょっとどうしようかなと考えてますけど、まあ結構今日ノミネート選手見て一覧バーって見たんですけど、やっぱりね、特に上位クラブの素晴らしいチーム、素晴らしい選手が。 出てるので、ふ、まあ、普段ね、ガチャとかしない人も結構ね、まあ、注目はしてるんじゃないかなと思うんですよね、青ずね。うんまあ、なかなか結構渋いガチャであるんですけど、はいまあ、こういったね、アレクサンダー・ショルツ選手みたいな、まあ、選手がぞろぞろと出てくるので、はい、狙う人は狙ってほしいですね。はい、で次なんですけれども、川崎フロンターレの谷口翔吾選手です。 はい、谷口選手もね、もう代表とかまあ、フルでね、本当にまあ、川崎の選手で代表選手って結構きついと思うんですよね。代表選ばれたりとかまあ、ACL があったりとかね、うん、まあ、リーグ戦もあるということでまあ、素晴らしく、まあ、多分活躍しまわった1年だったと思うんですけどもまあ、ここもね、はい、毎年も常連になってきてますね。青津選出になってます。まあ、谷口選手の魅力といえばやっぱりね、ボランチもできてまあ、センターバックもできるというね、このディフェッチ高い。 選手としての魅力があるので、ここね、スキルとか、まあ、どういった感じで持ってくるかは結構注目度高い選手だと思うので、まあ、できればね、いいセンスで、いいスキルで、はい、出てほしいなと思います。ここもちょっと期待ができると思うので、まあ、近年ね、グレードも上がってきているので、まあ、ここもね、青ずどれぐらいのグレードで出るのか、正直楽しみなところであるかなと思います。はい、ということで、じゃあ次の選手なんですけれども、山根美樹選手ですね。はい、川崎フロンターレ所属です。 まあ山根選手も結構もう常連化してますけど、まあ川崎最近ね、<laughs> 本当に多かったんでね、まあこの選手たちが、まあ今シーズンはちょっとね、悔しい結果に終わりましたけど、まあ相変わらずね、選出されてきてるということで、まあ選手のね、質の高さが伺えると思います。はい、ここね、山根選手もね、最近グレード直近でも上がってきてまして、まあレギュラーでも93。まあでもしかも、まあね、やっぱりここまで定着してくるとスキルとかも良くなってくるというところで、まあ山根選手もそろそろね、青図で一発でかい いい <laughs> 限定が。そろそろ、なんかね、出てきていいんじゃないですか。まあだいたい最近でも山根選手限定出てきたら過去最高更新してるイメージなんで、さあここもね、青ず来た時に過去一の山根選手が見れるかっていうのはね、注目どころじゃないかなと思います。はい。ここも期待ですね。はい。では次なんですけれども、横浜 F マリ,え <laughs> 横浜 F マリノスの長戸克也選手です。 はい。長戸選手ね。うん。まあ、鹿島からね、移籍しまして、1年目。はい。まあ、素晴らしい活躍だったと思いますね。まあ、マリノスの本当に硬い守備陣の左サイドバックとして、はい。もう、レギュラー定着してね。ここ本当素晴らしい1年だったんじゃないかなと思います。まあ、グレード的にはね、ちょっとマリノス高い選手多いんで、レギュラーは72で収まってますし、まあ、青ズもちょっと似たような状況なんで、もしかしたらちょっとライト剣周りとかになっちゃうかもしれないんですが、だからジェイクラー・アオーズの、あのー、 まあ、ライト系の選手って、まあ、僕的には別にデメリットではないと思ってて、特にまだそんなにカードが出てない選手、85以上とかで。というのは、ここではまあ集めるチャンスでもあるので、まあ、そういった感じの役回りになったとしても、ここはまあね、本当に、まあ、保管できるというメリットもあるんで、まあ、結構手に入れれるというね、メリットもあるので、まあ、そういったところを狙ってね、結構僕もまあ、保管しておこうかなと思いますし、まあ、個人的にはね、鹿島時代のやつも取ってるんでね、 はい。ある意味嬉しいですね。まあそうなっても嬉しいし、85以上来ても嬉しいし、まあどちらにしても僕的には美味しいので、まあここのノミネートはね、まあ素晴らしいかなと思うし、まあ当然じゃないかなと思います。このね、素晴らしい活躍だったと思います。では次なんですけれども、横浜 F ・マリノスのエドワルド選手です。はい、エドワルド選手もね、トスから、はい、もうシーズン開幕直前でしたかね、移籍して、ちょっと驚いたイメージあったんですけども、ここもね、はい、もうセンターバックのレギュラーとして定着したと言っていいでしょう。 まあね、固い横浜 F ・マリノスのセンターバックとして、はい、素晴らしい活躍が見込め、ね、見れたんじゃないかなと思います。まあもともとトスにいた時もね、あの素晴らしいカード結構出てたんですけれども、まあね、マリノスに移籍したことでちょっとグレード的には、はい、ちょっと抑えられてますけど、レギュラーはね。ここ、ーズどうなるかですね。まあ個人的には結構去年のいいカード持ってる人もいると思うんで、どうなんすかね。まあ別にライト圏でもそういうメリットはあるだろうし、まあ超えてきたら超えてきたでカード楽しみだしというところでね、 まあ、ここも長戸選手同様結構面白い。はい。どっちに転がっても個人的にはやっぱ嬉しいカードかなと思います。まあ、ちなみに僕もエドワード選手、トス時代のやつは持ってるんで、はい。そこちょっと期待したいですね。はい。で、次なんですけれども、横浜 F マリノスの岩田智樹選手です。はい。岩田選手ね。はい。まあ、先日、まあ、先日はも本当に直近ですけど、 もう9月月間 MVP のカードが出て、出てましてね。まあ99ということで出てましたけど。さあ、ここね、マリノスが優勝したということで、まあマリノスの選手今まで紹介してきたんですけど、まあ個人的には一番 MVP に近いんじゃないかなと思うので、明日ね、誰が選ばれるかちょっと楽しみではあるんですけれども、さあ、ここね、どうなるかというところで、ただ岩田選手ね、なぜかレギュラーのね、あれが <laughs>、あのー、多分査定期間が悪かったんでしょうけど、ディフェッチが下がっちゃってるっていうところがあったと思うんですけれども、まあおそらく調べる限りはセンターバックでの出場が 一番多多いのので多分来シーズンの頭にはは戻ってると思うんですよねね能力値は、ねまあ、なので、ちょっとレギュラーに関しては今シーズンの辛抱だと思うんですけれども、まあ、限定はおそらくディフェンチ高く出てくる可能性は十分に、十分というかほぼ間違いないと思うので、はい、ここは青ズは、ね、十分に、ね、期待できるカードが登場しそうな予感がしますし、 まあこれまでね、いっぱいいいカード出てきましたけどちょ、特に直近ね、まあフォーカスとかもありましたし、まあそれを上回るようなね、カードが期待できるんじゃないかなと思うので、ここはすごく期待できる選手の一人だと思います。はい。では続いてなんですけれども、横浜 F ・マリノスの小池竜太選手です。はい、小池選手もね、もう右サイドバックとしてレギュラー定着しまして、ここマリノスね、センターバック、えー、サイドバック含めて、 まあ、四人ね、選出されてますけど、まあ、それほどね、やっぱり素晴らしい硬く、うん、素晴らしい安定した守備がね、やっぱね、できてた証なんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、小池選手もね、まあ、特に、まあ、守備もそうですけど、攻撃面とかでもね、結構活躍が見入れましたけど、まあ、ここはね、まあ、スタイル的にも、まあ、去年とかもね、結構いい活躍してたんで、まあ、うん、去年もね、なんなら青図で選ばれてるしね、あの、優秀選手ね、はい。で、まあ、そこでライト圏だったんですけど、今年はじゃあどうなのかっていうね、 結構、青ズってね、結構、なんていうかな、結構厳しいところありまして、直近出た脇坂選手とかがね、結構、ライト圏止まりでずっと止まってるんですけど、小池選手がその沼にはまっちゃうのか、はまらないのか、ちょっと分かんないですけど、もしはまったとしても、限定とかね、他の限定とかでは、いいカード、すでに今年もね、前半フォーカス度とか出てますし、後半もね、まだまだ期待できると思うんで、そういったところでね、いずれ、まあそれて、もしライト圏で出ても、貯めた分はいけると思うんで、 まあ、ここもね、どっち転んでも正直美味しいかなと思います。はい。では、最後の一人です。サンフレッチェ広島の佐々木翔選手です。はい、佐々木選手をね、はい、もう、J クラ、まあ、J リーグ的にもまあね、センターバックの顔と言えるんでしょうけれども、はい、ここもね、問題なく、今年も選ばれてきましたというところでね、まあ、本当広島もね、躍進しまして3位ね、今年レギュラーシーズン3位。しかも、カップは両方決勝いってるってね、やっぱりね、素晴らしいですよね。 で片方はしっかりね、ルーバーの方は優勝して、まあ、結果も残したんですけれども、まあ、佐々木翔選手もね、なぜこのレギュラーがね、リフェッチ低くなってるのかね、ちょっと調べてもね、僕個人的には、ね、理解できませんでしたね。はい、別にサイドバックの出場が多いんかなと思いつつ、ちょっと見てみたんですけど、うん、センターバックでほぼ出てるんで、うん、どうなんですかね、システムの問題なのかな、チームの。広島のシステムでセンターバック出場だけど、 サイドバックっぽいことをこなしてるからとか、そういうとこまで深読みしなくてもいいと思うんですけど。はい。ここはちょっとね、謎査定の一人なんですけど、まあ、青津は多分戻るんじゃないかな、ディフェッチはね。もう戻るんじゃないかなと、個人的には思ってるんですけど、こう、戻るか戻らないかね、まあ、岩田選手もそうなんですけど、まあ、本当にデカいんで、J クラ的には。まあ、戻しては来ると思うんですけどね、さすがにね。うん。とは思うんですけど、まあ、戻ってきた時は、まあ、今年ね、本当に狙い目になるカードが出る可能性、十分にあると思うので、 佐々木翔選手ね、結構使ってる人も多いと思います。なので、この青図ね、ちょっと期待してほしいなと思います。はい。ということで、全ての選手、ノミネート選手紹介終わりましたけど、まあ結構ね、シビアかなという、まあね、まあそれはチームの成績とかも、まあだいぶ優先されてきてるんだろうなっていう正直思うところもあります。まあ個人的にはもうちょっと入ってくるかなと思った選手は、まあ荒木選手とかね、広島のね、うん。荒木選手とかもそうだし、うん、まあそこ、まあ特にそこかな。 まあ荒木選手があ入ってないんだと僕は個人的にパッて見た時に思っちゃったんですけど、はい、広島の方はね、ちょっとね、期待してたと思うんですけど、そこはちょっとね、残念だったかなと思うんですが、まあね、でも素晴らしい選手いっぱいいるんでね、誰かが漏れて誰かが選ばれる世界だと思うんで、そこはね、もう言っても仕方ないと思うので、はい、まあ、選ばれた選手の中でね、これが、えー、J, J リーグね、青図として、大体2月、いつも2月とかぐらいですかね。 にに登場すするるるとと思思うののでで、まあ、そこに標準を絞っっててねももし欲しし欲いいいいいい選手結構いるんんたら狙みじゃないかなかます、まあ、ちなみにガチャの話なんですけど、まあ、選手ノミネートが結構多いっていうのとグレードが結構被りやすいっていうところがあるので特にね青ずで、ね、狙い目で美味しい選手っていうのは85付近の選手がね意外と、ね、少ないんですよねやっぱねなのでそこの選手とかでめちゃくちゃ欲しい選手いるんだったらなおね狙い目っていうところが言えるんですけれども今年はその枠がね誰になるのか 去年で言ったら、旗手選手とか、アコラインを持ってる人は結構多いですね。まあそれはそのグレードの影響があるんですけど、まあそれで結構持ってる人が多かったりとか、去年しかも確かね、まあ優勝限定だったかどうか忘れましたけど、3回回したらね、85以上確定のやつが1個あったんですよね。85以上、85から88がめちゃくちゃ出やすくて、それ以上は渋いんですけど、まあそういうのもあったので、まあ、特にそのね、青図見るときはグレードも大事ですね。はい、グレードもしっかり見てほしいなと思います。 ということで、えー、今回のね、2022J リーグ優秀選手賞、受賞選手の、えー、ゴールキーパーディフェンダー編ということで、選手紹介をやってきました。でね、またこの後、えー、ミッドフィルダーフォワードとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、じゃあこの動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。これにて失礼します。バイバイ。